カラッとしたね、はい、これもう低域がすごいよ。 J45 タシ、あ、いいですね。これはまた違う、もうちょっと周波数が下に降りたような、そうですね、ズドンというね、はいはい、まあ、これもあの77年、50年以上前のね、うん、あ、50年前かな、うん、これはもう機能入っただから、はい、もう全くもうこれ初めて弾いてるから、あのまだこれからね、あ、本当よくなるでしょ。でも最初から鳴ってるよね、うん、これ J45 のフェイデッドという、うん、この塗装がこういうふうに、ん、一番新しいシリーズ、この間出てばっかりで、でこれにはあのこれもバックスのマイク入って、うん、最初からあとはまあ普通の J45 の仕様だけど、うんうん、まずルックスがね、はい、このフェイデッドっていうのがいいですよ。だからちょっとヴィンテージっぽく見える、うん、最初から、ね、うん、で音もそんなような気分になるよね、うん、マイクで拾ったらもうズドーンってくるよね。すごい、うん、いい感じ。これもいいけど、これも、はい、もっとなんか手応えがあるような、はい、ね、うん、サウンドしてるな。新品のね、このままで弾くというね、うん、いいですね。ね、かたやこっちはもう本当に50年選手のヴィンテージです、うん、60年、そう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 、77年生だから何年かな、うん、46年、6年ぐらい、はい、うん、すごいね、はい、計算が、あ、綺麗ですね、うん、録音にまたこれも最適な、こういうソフトタッチでもね、軽いタッチでいっても、うん、ガーンといっても、ね、両方が両方ともいい音とするとね、指で弾いてもThank you.
やでも本当にいい感じ、うんうん、ジャズも2回、いや、はい、まあ、でもギブソンなんでやっぱりアンブルースとかそういうのやるね。Faded と一番、はい、あの新しいシリーズの、はいはい、これはおそらくこれと J35 というあのブロンドのやつともう一個あると思います。3種類あったと思うけど、これが一番やっぱりあのなんていうかな、オーソドックスでかっこいいなと思って、うん、はい。